みなさんこんにちは、みずきあの青色 TV、 イエーイ、始めました。今日は、はい、最近またやり始めた筋トレみたいな感じのちょっと動いてることがあるので、まあそれを皆さんにも紹介したいと思います。ほんまにやればやり続けるほど成果が出るので、ぜひやってみてください。それではどうぞ。はい、それじゃあ最近やってる筋トレってまでもいかんねんけど、まあちょっと動いてることがあるんでやっていきたいと思います。ちなみにほんまに変化があったので、その変化をちょっと見せたいです。と、足がほんまに太くて、バスケットボールやってたから下半身にめちゃめちゃついてて、ちょっと靴下履いてるから、今ここにこっちにも第2弾で靴下履いてるから変な感じ。そこはちょっとあんま見んといて。で、わかるかな、ここに実は隙間ができて、ほら、あ、近い方がいいか、ほら、ここに隙間ができて、でほんまにもっとなんかピタみたいな感じでブヨンってしててんけど、もうほんまに、はい、足痩せましたまあこれでもまだまだやねんけど、まあそれでずっと続けてることを紹介します。まずはこうやってやって、でここの足を90度にやって、これなんかの雑誌に載っててんけどな。でここ浮かして、両手ついて、これをまあ45秒ずつやって、で45秒ずつ両方やってもなんか青はなんか物足りひんって感じるから、45、45をまあ3回ぐらいやってます。もうこうやって下に YouTube とか見ながらずっとこうやってます。でその時にこっちを曲げてる時はこっちの足重心にしてやるとすっごいプルプルくるから、めちゃめちゃこれおすすめです。そう、今最近はずっとこんなことしてます。でその次はちょっとここにこういう毛布とか置いて、ちょっと待ってよ、よいしょ、こういうのを枕代わりにして、でこうやって携帯いじりながら足を上げて下ろす。こうやってもうずっとほんまに YouTube とか携帯いじりながらずっとこうやって足の運動をして、でこれはちょっと自分がプルプル、なんていうの、こうしんどいって思うぐらいまでずっとこうやってやって、で一回休憩しようと思って反対に変える。目安何回やろ、10、10、20、20、30、30、3、40回ぐらいかな、やって、でその後に次お尻浮かして、で片足上げる、でこれでキープ。もうほんまにプルプルするからめちゃめちゃ内に効くねんやん。でこれで1、2、3、4みたいな感じで数えて、で反対もやって、で最近はこれがもう楽しくてハマってるんで、足はほんまにこんなんと、あーあとたまにこうやってパーグーパーグーにしたりとか、まあこれはほんまに気分で、こうまだずっと携帯いじっときたい時とかはこうやって足基本動かしてたりなんかしてるって感じ、うん、でこうやって空中自転車も毎回やってることでもないし、であとやってるのはこうやってやって開けて閉じる、開けて閉じる、ここを開けて閉じるっていう風にやって、ちょっとここを柔らかく、この股関節を柔らかくしてます。パーグパーグって、めっちゃキモい動きやけどそう、こんなんしてよいしょ、疲れたで、その後にこれが一番重要かな、後ろから肉を持ってきて前にキュッて、でこの上に上に肉を引っ張る。これは今ちょっと何だっけ、タイツ履いてるからやりにくいねんけど、まあタイツがない、ちゃんとしたお風呂上がりとかにこうやってグワーってやったり、後ろから前にこう横のここの肉を取るようにこうやって引っ張ったり、こうやってよいしょ、うーんって
やってます。もうとにかくもう太もものここがこの辺がめちゃめちゃ気になるから、もうずっと困難して、で座ったりしてこうやってギューってやったりして、ちょっとごめんなかゆいで、ふくらはぎは特になんか何もしてない、今は。これが最近の、まあ、筋トレやら、まあでもほんまにうちがほんまにちょっと隙間とか空いてるから、多分もっともっと頑張れば頑張るほど成果出ると思うから、まあみんなもやってみてください。以上でした。はい、皆さんどうでしたか。実際に足もちょっとシュッてしてきたり、後ろのなんかちょっとセルライトがこうなんていうの、こう上がってきたりとか、ほんまにマジで足っていうか、もう太もも中心にやってるから太ももが変わってきてて、なのでもうみんなも引き締めることが大事なんで、この筋トレとかほんまに、実際青が今さっき紹介したのも携帯とかいじりながらとかもできるから、そういうちょっと動くっていう意識だけで変わってくると思うので、ね、みんなもやってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。